はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回は、コールオブデューティーブラックオプス4に、プチアップデートが来たということで、早速実況プレイやっていくんですけども、メインがこちら、ブラックマーケットのラインナップ更新と、あと、BO3 でやった、やり込んだら無料で重複なし新武器ガチャが回せるよっていうのが追加されました。それがこちらの、特別イベントですね。特に、まあ、新しい新規アイテムの追加はなく、お得にね、まあ、2ティアごとに2クレートがもらえるっていう、まあ、まだ今回の新武器獲得してない方向けのボーナス的なイベントですかね。で、まあ、15ティア目でこういった形の、新武器特別武器賄賂っていう一応私全部コンプリートしてますが、ちょっとまあ動画映えのことも狙ってねアンロックしたんですけど、まあすごい丁寧なことにあなた全部持ってるよという風に断られました。一応まあこちら次回に持ち越せるみたいなので、まあ全部持ってる方もねこちらの特別賄賂、獲得していただいて次回の新武器、楽々ゲットしていただけたらなと思います。ということで今回再販されたオーガー DMR こちら使っていきましょうか。 ZX7000 では早速公開マッチやっていきたいと思います。であと次回なんかオペレーションの更新あるじゃないですか、1週間後に。どうやらそのオペレーションも決まってるみたいで、今がブラックオペレーションっていう、まあ、このスペクターですね。まあ、アサシンだとか、暗殺者っていう、まあ、ちょっとそのダーク的な感じのが、切り取られたオペレーションなんですけど、次回来るオペレーションがアポカリプス Z っていうオペレーションで、なんかゾンビが来るみたいなんですよ。やばくないですか？楽しみな人もいると思いますが、否定的な方も多いんじゃないかなと、正直。まあ、実際多分、コールオブデューティーワールドウォーズを経験された方は、ちょっと否定的なね、感じになるかもしんないかなと。やっぱりワールドウォーズの頃はやっぱ時代背景にちなんで、やってたところがあったんで、ゾンビ追加に関しては結構否定的だったんじゃないかなと。うん。いや、後ろ最悪。いたね。1枚抜く。で、まだいるはずなんだよね。いた。こんにちは。ナイス。まあ、そうですね。まあ、BO4 に関してはもう最初から狂ってるというか、まあ、時代背景が架空じゃないですか。まあ、そういったところ、ゾンビ追加でも、まあまあ、違和感はないと思うんですけど、ちょっとね、まあ、どうなんだろう。本当に。予想つかないよね。うん。オペレーションでゾンビ追加って、まあまあ、過去作ワールドウォー2であったけども、ほんとどうなんのっていう。ね、スペシャリストとかも、まあ、普通に考えたらリーパーが追加だったんですよね。ロボット。まだ BO3 で追加されてないのがその一体だけなんで、まあ、そろそろ来るんじゃないかなって予想されてたんですが、まあ、次回ちょっとゾンビ追加ってことで、いや、どうなるかですよね。うん、めっちゃ気になる。お、ナイス。さあさあ、B 取られちゃった。で、数発当てて、顔出せ。いやー、数発当てて、やりきれないか。いつもの海外の、考察兄貴が、でしょ。まあ、今回のスペシャリストは、リーパー追加しませんよっていうことを言ってるんですよね。なんかまだ先みたいですね。まあ、次回のそのオペレーションモードにぴったりのキャラクターを追加することを言ってるんですよ。まあまあなんか想像はすごい膨らむんですけど、そもそも次追加されるモード知らへんやんけー、みたいな。なんか来るんですかね。まあ、多分ゾンビ系のなんかが来ると思うんですけど、まあ、とりあえずね、個人的に楽しみたいなって思ったのが、ゾンビが来たら、まあ、スペクターで切りたいですね。絶対楽しい。このスペクターと、よいしょ、ゾンビとの融合、絶対楽しい。1枚 ?2 枚抜く。で、1回リロード入れてから、いやー待って、ライトニング来るのか。いやーちょっと待って、ライトニングがやばい。1回下がって。あー引いたな。いやけど味方がね、今いい感じで固めてくれてるんで、よいしょ、この右サイドとかしっかりと固めて、待って、タップデポロ来てる。やばそう、危ね。ふぅ。1回、UAV オンラインからの、このスペクターで、切る。ダブルキル。で、多分まだ湧いてくるはずというか、多分後ろリスポンしてくるんで。よいしょ。さあ、バチコリと、いた。オッケー。いやー、これ C 取られるかな。スッ。よいしょー、オッケー。いや、けど取られたな。さすがに無理。いや、けどスペクターで早くゾンビ切りたいな。ね。とりあえず、まあ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 、オペレーションもね、早いことに来るみたいなんで。よいしょ、ナイストリプルキル。4枚抜き。ちょっとまたね、夏頃に BO4 が盛り上がって、人口も増えるんじゃないかなーと。待って、後ろ来るね。ハッカーを殺す。いやー、ゼロ、やっぱこれが弱点というか、マップ広かったらね、全然ゼロ強いんですけど。まあ、狭いね、こういうグリンドだっけとかだったら、ちょっと厳しいっすよね。いやー、これやられそう。味方カバーちょうだい。無理かー。まあ、このオーガー DMR も、もともとなんかこう、ゾンビコンセプト的な感じで撃ったじゃないですか。確か最近でしたっけ。そう、それ強すぎ撃ち。危な。そう、ゾンビコンセプトというか最近で、なんか動く銃を追加したよってことで、多分これが初だったんじゃないかな。ね。まあ、これが再販される、つまりそういうことみたいな。あー、やばそう。B やばいね。取られるね。いやー、ライトニング出す暇なかったからな。やばそう。オッケー。一回ちょっと下がろっか。さすがに人数多すぎる。一回 UAV 出して、さあ、ちょっと味方の支援でライトニングストライク出していくスタイル。1枚、2枚、ナイス。いいね。今のうちに乗ろう。さあ、しっかりとスモークも耐えて。やっぱスモークとドミネーションのコンビネーション最高ですよね。いや、めっちゃ抜いてきてんな。やばそう。危ない。
さあ、とりあえず C 裏取り、なんか、あ、リス、放置というか、動いてないやついた。さあ、B、後ろからしっかりと抜かせていただきますよ。オッケー。ちょっと当てたよ。ナイス。オッケー、いいね。最高の裏取り。ライトニングストライク、ここら辺耐えといて、後ろ下がっていきましょう。は、ゼロキル、マジで。UV 出して。いや、やっぱさ、この DMR とコムセックデバイスの相性やばくないですか。ほんとね、引いてちょっとやるだけで、UV と金武士が、4、5キルぐらいで出るんで、そう、マジで強い。さ、ヘルソム使っていきましょう。くれ、この、アルファに届け。ナイス。いた。オッケー。レベル上がりましたね。ナイス。しっかりとアルファ抜いていきたいところ。まあ、皆さん的にゾンビスペシャリスト何来ると思います？まあ、ぜひコメントしてほしいというか、全く見当つかないんで、まあ、ぜひ皆さんのその、ゾンビに対するイメージと、まあ、願望ですね、をちょっと書いていただけたら、あ、なんかみんな的にこういうの欲しいんだとか、ゾンビだったらそういうコンセプトでなんか入れて欲しいんだなっていうのを、ちょっとまあ見させていただこうかなと思うんで、まあよかったらまあ皆さんコメントしていってください。さあさあ、では開幕 B 拠点に走りたい。どうしようかな。とりあえず、スモークを、いやー、それはやばいんじゃないか。大丈夫？スモークの焚き方見てこう。あ、いいね。いい焚き方、いい焚き方。これであればしっかりと抜ける。1枚。で、一回リロード入れて、B 拠点も取れる。ナイス。さあ、しっかりとライトニングストライクで、あー、てか味方、これほら、1レベルの人いましたね。すげえ。久々に見たな、1レベル。B 多分これで守れるはず。いけ、ライトニングストライク。ナイス、ダブルキル。さあさあ、B はどういった流れ。1枚抜く。上見て。待って、後ろ来るね、これ。ほっ、ナイス。顔出せ。引いた。オッケー、いいね。どうしようかな。ライトニング早めに回そっか。よいしょ。ライトニング B に落として、ヒットなし、2枚目ヒットあり。よし。こういう時にですよ。こういう時に、この、剣撃。オッケー。よいしょ。バッサバッサと切っていく、この無双、爽快、ゲーム。切れへん。で、そうそう、ゾンビで思い出したんですけど、新武器もう多分、ゾンビコンセプト系が追加されるんじゃないかなと。いや、ないやねーだー。で、一応海外の方の考察もあって、よいしょ。今まだクロスボウ追加されてないじゃないですか。まあ、本当 BO シリーズ全部にクロスボウあるんですけど、それがまだ追加されてないってことで、次回そのゾンビコンセプトで、クロスボウが追加されるかもとのことです。はい。まあ、どうなるか本当わかんない。まあ、なんだかんだあと1、2回の、オペレーションで多分 BO4 から、モダンに切り替わる流れだと思いますので、まあ、本当そろそろ締めくくりの、新武器だとか、まあ、スペシャリストが出てくるんじゃないかなと。取られそうだね。1枚。いや、さすがに2人は無理。やばいね。敵さんもちょっとスコストというか、リスガリしてきて、スコスト貯められそうだね。危な！え、まぐれショット！やば！ヘッショに当たったよ。1枚抜く。ちょっと回線ラグい。さあ、しっかりとスモークも焚いてから。いいね。バチコリと抜いて。やっぱスモークイコールドミネーション！よいしょー！強すぎまんじ。ここでですよ。ここで。ここで、あえて詰めることによって、スッスッ！オッケー！シャドウブレードキル？待って、いる。ちょっと、見えへんやんけ。いやー、ちょっとさっきのミステイク。さ、金武士炊いて、UAV 出していきましょう。UAV オンライン。ほ。じゃあ、ライトニングストライク、ちょっと遅めですが、出していって、買っていってからのこの反撃ですよ。取り返す。一人裏来てんな。あ、味方も気づいたね。ナイス。顔出せ。大丈夫それ。ナイスカット。1枚。で、2枚目を、ちょっと抜いていきたいところ。ちょっとマッド借りるよ。普通さ、ここのマップってさ、マッド強いはずなんだけど、あんまり使ってないよね、みんな。うん。なんかここのさ、捨ての振り方がさ、マッドじゃなくて、あれですよね、SMG、ガンガン SMG に振る方いるんで、よいしょ。あんまり見ないっすね、この中途半端系アサルトライフルくん。さあ、しっかりとライトニング落として、一回リロード。オンライン。ナイス、ライトニングストライク。さあ、ちょっとスモーク高せていただいて、1枚。で、一回リロード入れてから、それなんで抜かれる？うわぁ、すげえ適当。さ、金武士何が出るかな。ドローンか。まあ、一応いただいておきましょう。いやー、顔出さないパターンか、それ。ほっ、オッケー。アナイアレーター強すぎ。あー、いるいるいる。そこです、1枚。で、2枚目。いやー、届かない。いやー、やばい、押され出したな。一応まあ、けど、勝ち確、1点取りで勝ち確なんで。そう、まあ、別に大丈夫なんですけど、最後に最後にちょっと狩られるのは痛い。いやー、きつい。一矢報いてきたな。さあ、スモーク対。いやー、後ろー。どうせ来るんだろ？分かっているんです。オッケー。いやー、まあ、とりあえず、最後はキルレーうまうまして終わりましょうか。顔出せ。オッケー。いるね。1枚。2枚抜く。で、最後の、この、悪あがき。
終わりか。はい、ということで今回再販されたこちらのオーガー DMR と、あとはまあ次回ティアの情報ですね。まあそこまでね詳しい話とか出てないんですけど、とりあえずまあいろんなね考察が飛び交っておりますので、また何かね分かり次第、動画上げさせていただこうかなと思います。これからもねコールオブデューティーブラックオプス4の動画上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。